夢の舞台へ、平野紫陽 CM 後輩、大東月が挑む未知の無伴奏そなたミュージカル。デジタルハリウッド大学の一夜限りのスペシャルテレビ CM が2月16日に放送され、視聴者たちに感動と興奮をもたらしました。平野紫陽さんが CM キャラクターとして登場し、夢に悩む後輩の相談相手としての役どころに注目が集まりました。 しかし、その後輩役が大東達樹さんであることが明らかになり、話題は CM から舞台へと広がりました。CM では後輩の姿や声は確認できましたが、その表情は見えませんでした。DHU が公開したメイキング映像などを通じて、大東達樹さんがこの役に噴していたことが明らかになり、ファンたちは彼の演技力に期待を寄せています。大東達樹さんが次に挑むのは、 演劇集団キャラメルボックスの代表作、ムバンソー・ソナタの初ミュージカル化作品への出演です。この作品は2012年に初演され、全国10カ所以上で上演され、延べ5万人以上の観客を魅了してきました。ムバンソー・ソナタはアメリカの作家、オーソン・スコット・カードの短編小説を元にしており、舞台は幼児期のテストで人生の方向性が決定される未来社会です。 物語は音楽の天才であるクリスチャン・ハロルドセンの壮絶な人生を描いており、その感動的なストーリーは観客を引き込んでやみません。ナンバー、イ・ヒラの仕様 CM の後輩役も話題になった大東きミュージカル、無伴奏ソナタへの出演決定。ミュージカル版の脚本、演出、作詞を手掛けるのは成井豊さん。彼は舞台版も手掛け、数々の演劇作品でその才能を発揮しています。 主人公のクリスチャン役を演じるのは平間総一さんで、大東達樹さんはギレルモ役などでその実力を披露します。このミュージカルへの参加について、大東達樹さんは新たな挑戦に胸が高鳴ります。観客の心に響くよう、全身全霊で臨みたいと思いますとコメントしています。ファンや舞台愛好者たちは、大東達樹さんの新たな一面に期待を寄せながら、舞台の公演を心待ちにしています。 このような素晴らしい舞台参加によって、大東達きさんは俳優としての幅広い表現力を証明し、観客に感動と興奮をもたらすことでしょう。彼の新たな挑戦が舞台芸術に新たな息吹をもたらすことを期待しています。